はい、トマト投入タイム。あ、おめでとう。グッグーベルグー。トマトで手を切らんよ。よっきり。打ち込め。この後、きっと、ケチャップとか、ソースとか、入れちゃうんでしょ。甘さを出すために、わしゃ、はちみつを使っておりますがね、健康にもよしという。火はちょっと強火にしたい気分。中火かな。中火でございます。はい、煮ることの5分ぐらいですかね。待ちます。これから味を決めにかかります。はい、味決めにいきます。味決める前にミックスビーンズ。はい、ビーンズ。うっ、ビーンズ。こちら投入します。余熱で何とかしてもらおう。もうちょっと蓋開けて煮立たせますが、はい、ケチャップ。 We love ケチャップ。結構大量で、And、本日はブルドック中濃ソースぶち込むぜ。ゴー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 。まあ夜も食べるので、ちょっと酒のあてレベル、濃さも必要かなという。ちょっと多めに入れてけどうかね。ちょっとソース入れすぎたかな。まあ、よきよき。最終的に色のとこから水分出て美味しくなんだよ、これも。グレート。あとはもうちょい水分飛ばして干からびたぐらいね。あー、ビーンズがいい味出しとるな。ビーンズがいいな。出しとる出しとる。完成したんちゃう。俺流鶏のトマト煮込み。まあこんな感じで今も煮立たしてますけれども、いい感じにご飯できたんじゃないかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。